ミュージックラインナンバーショーがお送りしているミュージックライン。ここからはゲストの登場です。今夜この方にお越しいただきました。お名前お願いします。 ノベルコアです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。え番組初登場そして初めましてになりますね。はい。初めまして。しお,しお会いできて光栄でございます。ありがとうございます。こちらこそです。え番組は初登場のノベルコアさんも10代から MC バトルや路上パフォーマンスなどもね、うん、行ってこられたそうで。はい。 そうっってて思ですねんかもう本当当時はもう根拠のない自信の度合いがえぐくてなんかいやいけるっしょみたいな強えなそうなんですよんか今の方が逆にもう少し踏みとどまると思うんですけど当時本当いけるっていう気しかしてなかったんで無知ゆえの強さがあある時期ってりますすよよねそうなんでだから本当人前でラップなんかしたことまだなかったのにこう。 結構 SNS とかでなんかバトルの大会とかをやってる人に対してなんか自分を出した方がいいみたいなことをなんかリプライ送りに行ったりとか本当に多分本当めちゃめちゃ迷惑だったと思うんですけど <laughs>。 そういうのを本当に普段からやっちゃってたんで、うん、なんか当時は本当にまさにそういう感じで突っ走ってたって感じですねあなんかそうですね,そうっすねなんか、うん、とにかくその当時は多くの人の目に触れる機会さえもらえれば絶対自分はいけるみたいな、うん、そういう感覚だったんで。 なんでこ,うこんなにも自分にはチャンスがないんだみたいなことにすごくこう、うん、自分にイライラしてたみたいな部分も結構あって、うん、結構 SNS 上とかでのそういう言動は多分目立ってたと思いますね、はい、その度胸が、ね、ないとやっぱりできないと思いますし、はい、自分より年齢のこう上の方とも、ね、バトルしたこともあると思うんですが、はい、元からそういう舞台では緊張しない方でした から21歳になられましたが、はい、その20歳の1年を振り返るとどうでしたかそうですね本当なんか激動の1年だったなというか,、うん、なんか本当まず BMSG に入り、うん、メジャーデビューっていう形でなんかそのアーティストとしてのキャリアがすごく大きく動いた1年間だったのでなんかこう自分的にも不安なこととか、まあ、分かんないことみたいなことにたくさん直面して。うん でもなんかそれをちゃんと一個一個なんか真正面から向き合ってクリアしてきたからなんかうんだからこそこう生まれた周りのスタッフさんたちだったりとかのチーム感とかそういう信頼関係みたいなものだったりまあ仲間も b m s c 増えましたしなんかすごい信頼関係をそこ気いていった1年間だったかなという感じですね気持ちの上で変化したこととかってあります歳歳から21歳 やっぱり一番はそのなんか一人称が俺じゃなくなったというかもう俺たちっていう感じがすごい強くなってなんかもちろん身の回りにいるスタッフさんだったり BMSC のアーティストの仲間だったりもそうなんですけどなんかすごく今まで以上に自分を応援してくれてる人たちをすごく身近に感じるようになったというか。 なんかファンの皆さんっていう距離感じゃなくなんか本当に一緒にいい景色をこう見に行くためにいろんなことをこう日夜考えて一緒にそういう喜びとか悲しみとかいろんな感情を共有している仲間っていう感覚が強く芽生えてきた1年間でもあったのでなんか本当今ファンの人たちとの距離感はすごく自分的に一番気に入ってるっててる感じですね、はい、本当に大事に思われてますもんね。 理想とする大人像ととかってありますす理想とする大人像ですよね、うん、そうですねでも僕なんかすごくこれまたちょっと、あのー、ピンポイントになっちゃうんですけど、うん、なんかチームでその物事をやってくみたいなところをすごくこの1年間大事にするようになって、うんうん、なんか自分1人がこう突っ走るって感じじゃなくなんかみんなで同じ方向を見て動いてくみたいなことがすごい今楽しくて。うん でなんか将来的にそのチーム感のなんか一番目指したいのが、うん、矢沢永吉さんのチーム感をすごい目指したくて、うん、なんか矢沢永吉さんのライブの映像とか、うん、あのリハーサルの映像とか僕好きでよくドキュメンタリーとかを見るんですけど、うん、なんかすごくその現場が明るいというか決してそのみんながただ楽しいだけではないんですけど。うん でもなんかみんながそれぞれ100%出し切れる環境があるというかうんなんかみんなが楽しんでてなんて一番近くにいるスタッフさんたちとか仲間になる人たちが一番ワクワクしてるあいいですねそ,うなんかその感じがすごい僕も目指したいなと思ってて、うんうん、なんか矢沢永吉さんみたいなあのかっこいいおじさんになりたいなっていうふうに最近思ってますね。まさかのお名前が 出てきましたね。そうですよね。それこそお白いですねなんかその経歴含めそうなんですよね。意外なギャップというかそうなんですよね。好きな邦楽アーティストとか聞かれてもなんか結構さだまさしさんとか玉置浩二さんとかが僕好きなんで流れてるんですね地にそうなんですよね母親の影響が多分強いんだと思うんですけどそうなんですよね ホ本当いろんな要素があってのノベル・コアさんなんですね、はい、そうですね深みがすげえなーありがとうございます <laughs> すげえっすありがとうございますえー、それではここでメジャーファン矢沢がしみる45年間のメロディー矢沢永吉初のバラードベストアルバム「スタンダードザバラードベスト大ヒット発売中 詳しくは矢沢永吉オフィシャルサイトを検索。